中理恵、リエシャ、嫌な気持ちになって、色い々ろいろ思うことあるけど、意味深投稿に、ファンが心配。13日、自身のトイターを更新した、女優の中、リエシャさん。普段の元気いっぱいの投稿とは打って変わり、元気がない様子の少し弱気なツイートをしたようで、ファントンから心配で気遣われる声が多数寄せられました。中理恵、リエシャ、色々思うことあるけど、意味深投稿に、ファン心配。 13日、自身のトイターを更新した女優の中、リエシャさん。なんか、嫌な気持ちになってしまったな。まあ、いっかと投稿。その後、いろいろ思うことあるけど、もう終わったからいいの。など、普段の中さんとは異なり、少し心配になるようなツイートが投稿されました。ファンからは、いつもリエシャちゃんに元気と笑顔をもらってるので、今度は私たちがリエシャちゃんにを笑顔にします。 どうしたのリサちゃん無理せずに。爆買いで発散してください。など、普段とは全く違う側面を見せた中さんを心配する声や気遣うが殺到しました。中、理エ、者、共感の声も続々。今回、何があったのかは、2021年9月14日午後2時現在、更新されているツイートでは追加情報もなく、理由はわからないままとなっています。中さんは、 女優として確かな演技力があることからテレビドラマの主要キャストに選ばれることも多く、YouTuber としても148万人のチャンネル登録数を誇るなど常に注目の的。母や妻として家庭を円満に保っているイメージもあり、数多くの CM にも出演。あまたるままタれの中で最も勝ち組と言われるのも納得の実績をお持ちです。 最近では演技のお仕事で NG を連発し落ち込んでいる姿を自身の YouTube チャンネルで配信したかと思えば、アンチからのコメントに真っ向勝負を挑む様子を見せるものの、スーパーポジティブで前向きに捉える発言で締めくくるなど、中ワールド全開。中さんの Twitter や YouTube チャンネルで元気をもらえる人は多いことから、今回のツイートには心配の声が殺到。とはいえ、ツイートした時間帯が午前2時頃ということもあり、 夜はそうなっちゃうから寝ましょうなど、まずは睡眠と気持ちの切り替えを進めるファンの声も。そんなアドバイスを受けたのか、中さんは直後にみんなも早く寝て、また明日ともツイートしており、その後は就寝した模様。いつになく落ち込み気味のツイートを読み、ファンからは共感の声も書き込まれるなどしましたが、前向きな中さんのことですから、またすぐに元気な中さんの姿が見られることでしょう。 ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。